こちらはネクスコ中日本です。午前1時36分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に通行止めの情報です。およそ35キロ先の首都高速3号線上り谷町の路肩で舗装作業を行っており、通行止めになっています。次に車線規制の情報です。海老名サービスエリアから横浜町田インターまでの区間で工事を行っており、右側2車線の通行になっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方に車線規制の情報です。横浜町田インターから海老名サービスエリアまでの区間で工事を行っており、右側2車線の通行になっています。次に横浜町田インターのおよそ8キロ先から伊勢原ジャンクションまでの区間の2カ所で工事を行っており、右側2車線の通行になっています。また故障者の情報です。この先の綾瀬バス停付近28キロポストの路肩で小型トラックが故障して止まっています。ハイウェイラジオ横浜よりお伝えしました。